はい、はい、ね、マスクイーンということですけど、はい、いかがですか、改めて。いや、もうめちゃくちゃ嬉しいですね。でも、本当先ほど言ったように、なんだかに自信があったので、いや、もうなんか、嬉しいです、とりあえず。はい、まあ、マスクイーン、私だろうと。もう私しかないなと。まあ、多分、仮面系は多分私じゃないけど、こんなこういう系のマスクだったら、もう私しかないと思いますね。はい、で今日は三浦翔平さん。はい、三浦翔平さん風で。なんで、まあ、三浦翔平さん選ばれた。あの、やっぱあの今までいつもイベントとかでは女性マスクをやってきたんですよ。もうなんかたまには男性もやってみたいというのもありましたし、特に三浦翔平さんは、まあ、結構すごい、特に男性の方の、モノマネメイクの中ですごく一番人気でして、でもってあのやっぱそのピンクのマスクじゃないですか。ピンクのマスクが似合う方であればやっぱ三浦翔平さんかなと思って三浦翔平さんにしました。今日はどれぐらい時間かかったんですか、メイクは。あのでも正直そんなかかってなくて30分ぐらいで、実際にこれ前髪の毛上げたらすごいシンプルなメイクなのでそんなに苦労はしませんでしたね。はい、なんかだんだんメイクする時間も短くなってるんですか、やっぱり。はい、なんか結構やっぱ周りからもそう言われますね。こう一緒によく撮影する方々のスタッフとかにもなんか前よりだんだん早くなってきたって言われるので、技術的には上がってきたんじゃないかなと思います。はい、ね、まあ、今回クイーンもらってもうなんかすごい、ね、忙しくて、はい、なんかもう大変な一年じゃなかったですか。いやもうぼちぼちですよね今は。ぼちぼちです、ぼちぼち、はい、そうですか。そうです、ぼちぼち。でも改めて、ね、今年1年振り返ってみていかがですか。いやでもやっぱり去年の自分と見比べたら全く本当に変わりましたし、まあ、でも本当にすごい今とても充実してるので嬉しいです。楽しいです、毎日が。例えばこう何がこうブレイクしたきっかけっていうか、何だと思います、はい、ご自分の中で。やっぱりモノマネメイクがもう本当にきっかけでして、特に去年の12月の嵐のメンバーの皆さんのモノマネメイクを披露してからこう話題になりまして、そこからですね。改めて自分で今年振り返ってみて、ここが良かった、ここが悪かったみたいなのがありますか。ここが悪かった。良かったのはやっぱ妥協してないところっていうのと、あと本当にマスク姿を貫き通したことかなと思います。最初やっぱりこうマネージャーさんとこうマスクをしてテレビに出るのはどうかっていうのすごいやっぱあったんですけど、でもやっぱこうやってマスク姿を貫き通したことによってこうモノマネメイクの魅力とかこうモノマネメイクっていうのが話題になったので良かったかなと思います。でまあ、マイナスの面、まあ、辛かったこととか特にもないですね今は。なんか忙しかったらね、なかなか自分の時間とかもなかったんですか。あ、なんかそもそも自分よく遊びに行くタイプじゃないので本当に全然普通ですね。なんか嫌なこととかはないです。はい、なんか遊びに行かないとね、これからクリスマスもありますけれども。いや、クリスマスも基本遊ばないで、もう家族で一緒にいるかっていう感じですね。なんか遊びに行くっていう考えよりかは、なんだろう、食事に行くっていう感じなので、もう本当に仕事終わりにみんなで食事に行くっていう感覚だから、別になんかそういうマイナス面はないです。そうなんですか。はい。じゃあ例えば今年のクリスマスどんな風に過ごすんですか。クリスマスはまず空いてるか空いてないかですよね。多分もしかしたら仕事入ってるので、多分まあ。楽しく過ごせるかっていうのはまた分かんないんですけど、あ、でもしオフであれば、まあ、みんなで、まあ、ディズニーランド行きたいなと思って、はい、ディズニーランド好きなの。ディズニーランドは好きですね。であんまり行かないんですけど、なんかディズニーランド行ってみたいなと思って。例えばなんかクリスマスデートみたいなのはどうですか。クリスマスすごい男性の方に持ってこうとしますよね男性関係に。まあ一応そういう季節じゃないですか。まあそうですよね。でもいないんですよ今、誰かいないですかねじゃあちなみにどんな人ですか。理想ですか。理想はでも私すごい高いんですよ。自分なんか実は韓流アイドルがすごい好きで K-POP 系が好きなんですよ。なので韓流アイドル系の男性がいいなと思って。そういう顔つきですよ。韓流アイドルの人じゃなくて韓流アイドルっぽい顔つきの人がルックス的には好きで、中身は、まあ、一緒にいて楽しい人がいいです。もうなんか面白くて気を使わない手がいいです、まあ、一緒にお酒だけできるとかそういう感じがいいな。なかなか周りには一緒の人いないですか。いなくないですか、韓流アイドルっぽい顔っていなくないですか。それいたんですよ。いないんですよ、なかなかいないんですよね。
まあ、誰かにモノマネメイクしたらいいんですけどね、まあ、自分がその顔に近づけさせてあげるというのは。なんかその相手の男性に韓流メイクしてる、それはちょっと可能性ありますけどね。多分嫌がるんでみんな、まあ、ただマスク外せないと思います。そう、マスク外せないっていう、まあ、あれになるんですけど、